列車運営プロデューサーのしめさばです。明日5月20日メンテナンス後から始まるアップデート情報を紹介します。紹介する内容は開発中のため実装時には異なる可能性がありますのでご了承ください。はい、明日のアップデートからはメインストーリーの新章となるラグナブレイクウンデッドウィナーパート1が始まります。前回のストーリーではカドケウスという存在が登場してバートリーを苦しめて、それをなんとか解決したと思ったらミリアムがやってきて対決することになりましたね。カドケウスの問題も完全に解決したわけではありませんでした。今回のラグナブレイクはカドケウスがボスになります。つまりカドケウスとの決着をつけることになるんですけど、まあ、どのような展開になるのかぜひストーリーを読んでみて確かめてみてください。では、今回のボスカドケウスを見ていきましょう。どいつもこいつもクズばかりだから皆殺しにすればいいだろう。なんでダメなんだ、気に入ったか。スキルとレベル40ボスで発生する効果はこんな感じで、今回はボスがフィーバー攻撃を使ってきます。1周年の時に実施したアイドルレイドを経験したことがある方はご存知だと思うんですけど、あの時のボスのアリアと同じような感じですね。フィーバーの対策としては光属性のネプチューンが持ってる生命連結でダメージを分散したりとか、まあ、しっかり耐えられるように HP をコントロールしてあげましょう。それから気絶は攻撃力が高い3体を対象に使ってくるので、攻撃型だけじゃなく補助型とかも攻撃力の上位3位に入っていると、まあ、加速とか味方のサポートが止まってしまいますので、まあ、この気絶も対策をしておいた方が良さそうですね。デバフ回避で同時にデバフ爆発も回避できるような感じにすると、まあ、いいかもしれませんね。そして、このカドケウスに対抗するのは新しい姿のアラカンです。あなたは人間の心から生まれたので私よりたくさんのものが見えるのでしょう。消滅。はい、列車のエクソシストはどいつもこいつもまあスケベな格好を仕上がりますけども、スキルはこんな感じになってますね。水属性の補助型ですね。ノーマルスキルのスキルチャージ速度増加は攻撃型2体優先で付与するのでダメージアップが期待できそうですね。スライドは、水属性の攻撃力が高い味方3体っていう対象を利用して、ダメージ効率アップとか回復ができる補助型にも付与されるように調整できるといいかもしれません。ドライブでは、水属性の味方5体に対してドライブゲージを増加させることができるので、チームの水属性が多ければフィーバータイムの突入を、まあ、より早められそうですね。ただですね、 HP を回復する手段は持ってないので、回復要素を持っているレオだったりとか、モロハの剣と即時回復を持っている光属性のネプチューンだったりとかを編成しておくと、まあ、生き残りやすいかもしれません。では、報酬として獲得できる方のカドケウスのスキルも紹介しましょう。火属性の攻撃型ですね。メインは、スライドになってくるかなと思うんですけども、まあ、敵にデバフが付与されているとより効果的にダメージを与えられるスキルになってます。デバフをよく使う妨害型と一緒に編成すると輝きそうな感じですね。ドライブでは HP の少ない敵2体を優先して固定ダメージを与えることができるので、烙印とか出血とか中毒とか持続ダメージで HP が低くなってるところを、まあ、狙い撃ちするような感じで使えると面白いかもしれませんね。そして、月曜日に公開した事前情報でも掲載しましたが、今回のレイドの報酬コスチュームは2種類あります。まず1つ目はカドケウス用のコスチュームです。負けるのが怖いんだろう。やけどしたことあるやつが火を恐れるのと一緒さ。はい、誰かに似てますね。これがどういう状態なのかはもちろんストーリーに出てきますので、真相はご自身の目で確かめてみてください。そして、もう一つは今回の新しいアラカン用のコスチュームです。奪われたものを取り戻せたとしてもその時の幸せは取り戻せないでしょう。はい、ただでさえ新しい姿になったのにさらにもう一段階変身を残していたようですね。
この2つは、レイドのプラチナ宝箱から、ランダムで手に入れるか、もしくは、レイドショップの最後の更新で交換できるようになる衣装を選べるギフトから交換できます。さらにですね、ランフェイのショップで販売するコスチュームも2つあります。1つは、今回の新しいアラカン用のコスチュームです。一度断たれた縁は元に戻せません。どうか全ての縁を大切にしてください。そしてもう一つは水属性の新しい方のニルティ用のコスチュームです。アラカンと再会したのは暗い部屋だった。あの時聞いたアラカンの鳴き声がまだ耳に響く。どちらもストーリーでは登場済みですけども、私服のコスチュームですね。興味ある方はショップをチェックしてみてください。さらにソウルカルタも今回たくさんありまして、3枚追加されます。まずはこちらです。アラカンとミトラのソウルカルタで、今回のレイド向きの効果になってますね。このイラストはストーリーで登場するシーンの一つでもあるので、まあ、ストーリーの方をぜひチェックしてみてくださいね。召喚とショップで獲得できます。次はこちらです。これは、ミディアムと、あと弟のアロンのソウルカルタです。おねショタっていう感じですね。このイラストもストーリーで登場するので、ぜひチェックしてみてくださいね。これは、レイドボスとのバトル回数をカウントする、ブラウニーのミッションパスの報酬で獲得できます。そして3枚目がこちらです。これは、ウェディングドレスに身を包んだアウロラの契約者、虹原ひかるちゃんを描いたソウルカルタです。コンセプトとしては、まあ、ひょんなことからウェディングドレスのモデルになっちゃったみたいな感じなんですけども、まあ、こんな幸せな未来があるといいですねっていう感じで。これは、サイコロイベントの周回報酬で獲得できます。さらにさらに今回は、リバースラビリンスの契約者コスチュームの更新もあります。今回のリミテッドはレアシルビアの契約者コスチュームです。歴史に名を残すなよ他にも、根強い人気のチャイルドの契約者コスチュームが追加されますので、リバースライブリスもしっかりプレイしてください。それでは、今回のアップデート情報は以上となります。明日のアップデートをお楽しみに。はい、締めサバ雑談コーナーです。すでに告知はしてるんですけども、今回で3回目になりますかね。毎年恒例となりつつある、ハーフアニバーサリーの特別動画企画として、デスチャ情報局を今年もやります。6月6日18時からプレミア公開しますので、ぜひお楽しみに。まあ、18時、つまり6時なんで、666って覚えておいてください。ハーフアニバーサリーの日付自体は5月24日になると思うんですけども、結構ね、これ毎年5月24日当日にするか、まあ、ちょっと過ぎるけど、666の日にするかっていう話がね、出て、毎年なんやかんやで6月6日になってますね。今回も同じような感じで話が出て、で、まあ、結果666になったんですけども、毎回666になってるのは実はたまたまだったりします。それで、その予告にも書いてあるんですけども、ツイッターで私への質問も募集してます。ハッシュタグデスチャ情報局をつけて質問をツイートしていただいた中からいくつか選んで動画の中で回答したいと思ってます。すでにたくさんツイートしていただいてるんですけども、今度の日曜日いっぱい5月23日23時59分まで募集中ですので、まだまだぜひツイートしてみてくださいね。動画で取り上げられなかったものも、その後のブログで追加でいくつか回答できればなと思ってます。はい、ちょっと雑談コーナーも宣伝だらけになっちゃったんですけど、まずは明日のラグナブレイクお楽しみに。